古城の美人、または、湖の女は、ジョアキーのロッシーニが1819年に、ナポリサンカルロ劇場向けに作曲したオペラセリアである。1819年3月27日に、ナポリのサンカルロ劇場で、エルミオネを初演したロッシーニは、その1月後に、エドアルドとクリスティナをベネツィアで初演した。 サンカルロ劇場との契約では一年に一作だけ新作を書けば良いとのことだったが、それが繰り上がったのは、ガスパーレ・スポンティーニが勝手に、プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム三世と契約を結んでしまうという事態に直面したからである。劇場に無断で契約を結ぶ行為は当時としては許されないことだったが、相手がプロイセン国王であるためにスポンティーニの行為を、 認めざるを得ず、サンカルロ劇場はその代わりとして、ロッシーニに新作を書くように依頼をすることとなった。このようにして生まれたのがこの作品である。10月24日の初演までに作曲にかけた期間は約3ヶ月間とされている。この作品は、ナポリ時代の他の作品と同じく序曲を廃止、いきなり導入部から始まるという構成をとっている。 そしてアンガス・ハク、ダグラスのアリア以外の音楽は書き下ろしである。また、この作品は、ロッシーニのオペラの中でも、特にロマンティックな作風を持つ作品として評価、されている。その理由として、原作に、ウォルター・スコットの騎士道物語が使われていることや、第一幕のフィナーレで主要登場人物に振る、オーケストラ及び混声合唱に加えて、二重のバンダを、 ふんだんに駆使して、規模の大きくかつ重厚な音楽を展開していることが挙げられよう。そして、ナポリ時代のオペラでは初めて、コントラルトを断層させて登場させていることも、注目すべきことと言える。20世紀の復活上演は、1983年の、ペーザロー・ロッシーニ音楽祭において、マウリチオ・ポリーニの指揮ヨーロッパ室内還元楽団の演奏で行われた。 1> 第1番だ第2番だ第1場舞台は、カトリンコのほとり、羊飼いが歌いながら通り過ぎる合唱で開幕する。導入部、赤月の死者は、羊飼いの歌の後、小舟に乗ったエレナは、愛する人マルコムに心を寄せる。エレナが岸に降り立つと、エレナの美しさに見とれた、ウベルトと名乗る青年のカリウドが現れ、休息の場を求めるので、エレナは、山小屋へ案内する。 カリュードたちは、ウベルトがはぐれたのではないかと山を探し回る。他方、山小屋に着いた、ウベルトはエレナが、反逆者、ダグラスの娘であると知って驚く。そして、エレナの友人が現れ反乱軍の首領ロドリーゴとの、婚約を喜ぶ。第二倍一同が立ち去った後に、マルコムが登場。エレナに対する愛の歌を歌う。アリア、エレナ君を呼ぶ。そこへ、 セラーノが来て、軍勢の集合を告げる。ダグラスとエレナの姿を見ると、マルコムは物陰に隠れて、様子を伺う。ダグラスは娘へ、反乱軍の首領であるロドリーゴとの結婚を求め、ラッパの合図で、ロドリーゴを迎えに行く。ありや、黙るのだ。姿を現したマルコムは、エレナと互いの愛を確かめ合い、二重唱を歌い、結婚を誓う。 二重章私は生きていられません。第三場舞台は山に囲まれた平地。ハイランダーの戦士たちが集まり、戦地に赴こうとしている。ロドリーゴは彼らを鼓舞し、アリア、お前たちと共に、我が勇者たちを歌い意識を高める。ダグラスはロドリーゴを励ますがエレナは黙って、うつむいている。そこへ、バンダの音楽ともに部下を連れたマルコムが登場し、 勇士としての忠誠を誓うが、エレナがロドリーゴと結婚すると聞かされ、ロドリーゴが恋がたきになってしまったことや、さらにエレナがマルコムと愛し合っていることが、ダグラスに分かってしまう。4人が、それぞれの思いを重傷にぶつけ合う中、セラーノが敵軍の襲来を伝える。戦士たちは、 個人的感情を抑えて、いざ戦いに赴こうと支度し、銀遊詩人たちの勇者を称える歌に乗せられて、戦場へと向かう力強いストレッタを繰り広げる。合唱曲、星を来たれ。第一場舞台は、洞窟の見える森の中。エレナのことが忘れられず、再び、ウベルトに奮してやってきた、ジャコモ五世は彼女への思いを歌う。アリア、王冠記念よ。 エレナと再会した、ウベルトは愛を告白するが彼女はそれを友情と考えるように願う。ウベルトは誠実さの証として自分の指輪を国王からの貰い物と偽って与えエレナやエレナの父が窮地に陥ったら王に見せなさい。そうすれば救いが与えられるだろうと告げる。折り足く、ロドリーゴが通りかかり二人の様子に嫉妬を燃やす。ウベルトが 敵側の人間と知ったロドリーゴは兵士たちを呼んで、彼を捕らえさせようとするが、エレナは、和解を求める。見えしょうどうか分別をもって。二人は決闘すべく立ち去り、エレナと兵士たちもその後を追う。国王軍とハイランダーたちとの激闘の中、エレナを連れに、マルコムが戻ってくるが彼女の姿は見えない。彼女を失ったと嘆くマルコム。だが、 ダグラスも行方知れずになりロドリーゴも打ち倒されたと兵士たちに聞かされた。彼は残酷な運命を呪う。アリア、ああ死なせてくれ。第二二場舞台はジャコモ五世の宮殿の一室。囚われの身となったダグラスはジャコモ五世に許しを請うが拒絶される。王の指輪を持つ娘がやってきたことをベルトランが告げると王は自分の身分を言わぬよう指示し、 ダグラスを退かせる。広間に通されたエレナは、ジャコも五世の歌声を聞いて、ウベルトがいると知り、彼に、国王への取り次ぎを頼む。二重唱。諸行よ。お前は登るのか。扉が開くと豪華な広間があり、貴族たちが、国王の軍を称える合唱、王の命とあらばを歌う。国王を探すエレナに対し、ウベルトは、自分の正体を明かす。 エレナの除名に応えて、ジャコモゴセイはダグラスを連れてこさせ、その罪を許す。王は続いて、マルコムにも、恩赦を与え彼がエレナと結ばれることを許す。感激したエレナは王に、感謝のありや、胸の思いは、満ち溢れを捧げて、幕となる。ありがとうございます。